Hey guys! 撮影の準備しまーす。よいしょ、来い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 。通れるか、ここ、ここ、ここ、通れるか、通れるか。はい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 。はいはいはい。かわいい。あ、このコスモス、元気ないな。よいしょ。そしたら、おぉ、あれ？もうちょっと高くするか。これどうやって高くするの？おう、これじゃ。よし、できたわ。そしたらこのコスモスもだいぶ元気が、まあ、いや、ここに置いといて、これもこれもちょっとワンポイントで置いといて、拭きます、拭きます。さて、何が始まるんでしょうか。今日の動画は何でしょうかね。シュッ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 と、はい、除菌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 、はい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 。あ、まだこれ元の場所に戻さないといけないのか、めんどくさ。はい、撮影ブース完了。 Hey guys、 今日なんですけど、ダイソーで買い物してきたので購入品紹介です。まあね、話すネタとかもだんだん少なくなってまいりました。そんな中で私、こう YouTube これ見ちゃうなっていうジャンルの動画があって、それがなんかこう購入品でこうでみたいな、購入品でこうでみたいなやつとか、爆買いしてきましたみたいな、なんか購入品紹介的な動画ってなんかついつい見ちゃうんだよね。自分もこう買い物した気になれるから、うん、ということで今回ダイソーに行っていろいろなんか欲しいものを買ってきたので、今回は紹介していきたいと思います。昔の私だったらこんな動画伸びてないです。はいまあね、なんか昔はね、こういうなんか買ったもの紹介みたいな動画を撮ってたんですけど、まあ、私の編集力とトーク力では到底伸びない動画だったので、いや、もうこれもうね、成長しかと見届けてください。ということで、まずはこれもいつものやつなんですけど、私が買い物に持っていく用のカバンなんですけど、はい、まずはこちら、黒でちょっと分かんないね。こちらはですね、ショルダーバッグ底待ち付き、何、底待ちって何ですか、底待ちって何ですか、底待ち付き中町兄弟、違うか、なんか底待ちって何だろう。200円、これはねちょっと100円ショップだけど、でもさ、これで200円ってよくない。他にもう一つショルダーバッグで300円のもあったんだけど、200円の方がなんか大きいし、何が違うのかなと思ったんで200円のを買いました。底待ちって何ですか。はい、ということでタグを取りました。こんな感じですね。まあ、ここら辺にキーボードとか、キーボードつけたらやばいよね。ここにキーボードついてここにキーボードついてたらやばいね。キーホルダーですね、キーホルダーつけたいなって思ってます。ショルダーバッグって私意外と持ってなかったんだよね。あ、いいわ、黒だから何着ても似合うしね。うん、200円ですよこれ、めちゃめちゃいいね。私普段買い物とか外出るときバッグはね、トートバッグなんですよ。え、便器をバッグ代わりにしてるんですか。別、便器をぶら下げてね、買い物に行ってるわけじゃないです。それはトートバッグです。ね、今の面白かった。成長したとこ見せないといけないんだから。はい、続きまして、あ、これですね。はい、皆さん、一重で悩んでませんか。私もね、最近こっちはね自力で奥舞台にしたんですけど、もうすごい時間かかったの。だからこっちまでなんかする余裕もなかったから、でも最近やっぱり両面奥舞台にしたいと思って、最近こっちによく、もう寝る時も
うん、で日中はもちろん寝るときアイテープをしてるんですよね、片面だけの。目つぶってしまえば意味がないんですけど、まあ、一応こう癖がついてない時間が作りたくないということで、こちらの、はい、肌に馴染む絆創膏タイプのアイテープ、こちら100円で102枚入ってます。でだから毎日使ってれば51日分使えるし、片目だけ癖つけたいっていう時はもう102日使えるということで、まだまだねアイテープ残ってるんだけど、一応もう買い足しとこうということで、はい、買いました、アイテープ。そして私はマイペース。今の面白かったね、今の笑ってくれた、みんな。続きまして2つ紹介します。はい、じゃじゃん、これはもうね、ヘアゴムです。最近髪がね結構伸びてきたので、でこういうヘアゴムとか集めるのが最近好きで、いろんなこうさ気分に合わせて今もこういうの使ってるんだけど、まあ気分にね合わせたりとか、今日は何かなって選んで、すごい癖ついてるけども、今日は何かなって選んでねやるのもいいかなって思って、ちょっといろいろ種類を増やしたくて買いました。これサムネ撮るのが楽しみだな。サムネ撮るときは全部紹介したいから、これ全部乗っけちゃおっか。でもこれはもうなんだこれ。はい、最後です。もう噛み出したい。ちょっとね今急いでツインテールやったんでバランス悪いし。はい、最後です。最後かな、最後っぽいですね。はい、最後です。こちらなんか裏に取ってたわ。なんだ、グミです。ヤクルトのグミ、ヨーグルトグミ、こっちはグレープグミ。なんかこう韓国かけるグミで動画出したら伸びるんじゃないかなって思って買いました。ヨーグルトグミとグレープグミ、美味しそうだよね。普通にこれ1個100円、だから2つで200円。ということで、サムネ後で撮ろう。買ったものすべて並べるとこんな感じです。 1,2,3,4,5,6,7 あれ8個買ったよね、今日8個買ったと思うんだけど、あれ1,2,3,4,5,6,7、あれもう一つある、あれなんか買ったっけ、あと8個買った気がするんだけど、あった。これ自分のバッグになんか馴染みすぎて買ったこと忘れたんですけど、はい、ペンケースです。そして私はマイペース。はーい、どうしよう。はい、ということで、皆さんこんな動画もあっていいでしょう。どうせみんな、あ、今日はセクシャリティの話じゃないんだ、今日はトランス関係の話じゃないんだって思ってみんなブラウザバックしたと思うんだけど、もうねみんな見て、こういう動画もあっていいと思わない？たまにはこういう動画撮らせてよ。はい、これでもね動画撮りたいと思います。こちらのグミを食べる動画も撮りたいと思ってます。ということで、はい、ありがとうございました。ということで、私は同ジャンルで天下取りたいなと思ってる元男の子インフルエンサーです。Twitter、 応援してくれる方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。で、そうですね、 Twitter、Instagram、TikTok もやってます。ぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄にゲームチャンネルと謎のチャンネルがあるので、ぜひ見てみてね。ということで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,